市販される麦石爆藩石とは、石英藩岩の一種である。暗黒色の石器の中に白い石英の反章が浮かぶ、姿が麦飯に見えることから名付けられた。古くから皮膚病を治す漢方薬として用いられて、きたが、戦後、国内でも産出され、健康器具や健康グッズの材料として利用されるようになり、マルチ商法にも利用された。 本像項目金石の4によると、大略上除悪臭一段爆藩ゆ粒点除豆、除米その色ファンジロと記されており、爆藩を集めたようで豆粒あるいは米粒大の粒状結晶があり、色は紅白色となる。現在では、石英漢岩あるいは加工漢岩の一種で熱水作用、風化作用などを受け、多孔質で吸着作用があり、ミネラル用質量の多い。 炭鉱色のものを言う。その使用には天然岩石であり、産出地域により素性が異なるため、重金属分析による安全性の確認や滅菌処理が必要とされている。多孔質を利用して粒状のものは露化剤としてミネラルウォーターの製造機器、装置に使用される。また、多量のミネラルを溶出するため、抑揚としての利用が盛んに行われ、 粒状のものは、浴槽やタンクに入れ使用されている。その他に、農業分野では、水質改善、土壌改良、干渉業分野では、水質改善を目的として使用される。干渉業用に、水がきれいになる、匂いがなくなるといった効果をうたう商品があるが、無限に吸着するわけではなく、最高が詰まるまでの間しか効果が持続しない。これは炭や。 ゼオライトなどのすべての吸着剤に共通である。露材として利用した場合は、その他項質から生物ろ化効果が期待できるが、他の露材に比較し特に優れているという研究結果はない。爆藩石の科学分析値 X 線解説法によるとのことだが、条件が記載されていないため定量性は担保されない。 あくまでも参考値である。ありがとうございます。